こんにちは。こんにちは。かなるです。まず4月29日、はい、ライジン46、たくさんの応援、まずありがとうございました。ありがとうございました。まあ、結果は残念でしたが、まあ、自分の持てるものをすべて、ぶつけてできたので、まあ、悔いというものは特にありません。まあもちろん、試合の結果だったりとか、まあ、そういうのは悔しさは残りますが、まあ自分の持てるものを全て出せたということで、まあ納得はいっております。そうですね。なんでまあ今何にしちゃったの、月曜日、火、水、木、金曜日、はい、4日経って今、まあまあ、これといって大きな怪我はなかったので、まあ無事というか無事で、こう家に帰ってきて、まあ少し安堵感というか生きて帰ってこれたなっていう、まあまずはそういうのもあったりとかして、少し今、ゆっくりしてる状況です。まあゴールデンウィークもあって、まあそんなに予定も入れてなかったので、まあまずはちょっとゆっくりしてから、まあ今後のことについて、ちょっといろいろ考えていこうかなと思ってます。ちょっと言い訳になってしまったり、変な切り抜きとか、そういう風に捉えられてしまうのがちょっと嫌だったので、今後について、メンバーシップの方でちゃんと自分の気持ちを、喋らせてもらってますので、まあ、気になる方はそちらの方を見てもらえればいいなと思いますので、まあ、あえてこのチャンネルというか、ここでは、そういったものについてはあんまり触れないようにしていきたいなと思いますので、まあちょっと言い訳じみたみたいな感じになっちゃうのは自分でも嫌なんで、うん、なんでまあそこら辺は少しはっきり自分の口からはっきり言っておきたいなってこともあったので、はい、そんな気になる方はぜひ見てもらえれば嬉しいと思います。ということで、まあ一応元気でやっております。はい、ということでちょっと今回試合に向けていろんな方のサポートをさせてもらったので、まずはその紹介をさせてもらいたいなと思っております。パンツスポンサーの方、スポンサーしてもらった方ですね。いつもメインでやっていただいているホエ建設さん、大きい建設会社の方です。まあ、会長がね、この間、本当に試合前に亡くなられてしまって、会長の、に、ベルトを持ってくるという約束したにもかかわらず、ちょっとそういうのも叶わなかったのも、悔いがすごい残るし、でも、まあ、社長さんだったり家族の方が写真を持ってきてくれて、まあ、リング上から見れたあれは本当に力になったし、よしやってやるぞっていう改めてスイッチ入ったので、まあ、会長のパワーを借りながら戦うことができました。本当にありがとうございます。はい、あとはもういつもですね、格闘技用品いつもサポートしてもらってる伊佐さん、もう10年以上サポートさせてもらってます。ウェアは作ってんの毎回イサミだし、今回新しく入場の道着も新調させて作ってもらったりとか、いろいろいつもサポートさせてもらってます。はい、でマザーズです。マザーズといえば本当に日本じゃねえや、東京10店舗以上構える大きいイタリアンレストラン、まあイタリアンレストランだけじゃなくいろいろな授業展開もしてるので、立川にもね、マザーズってもう本当に有名な南と北にあるので、ぜひ、美味しいピザ。ピザはめちゃくちゃうまいんで、よく食べてみてください。で、ガラクタ屋さんです。これも、まあ、いろんな飲食やって、いろんな授業やってる会社の一個の、飲食店のガラクタ屋さんなんですけど、立川にも、南口にありますので、僕も行ったことありますけど、めちゃくちゃ美味しいんで、よかったら、どうぞです。で、武蔵村山斎藤クリニックです。まあ、これもクリニックにはなりますけども、10年以上お付き合いのある、もう地元武蔵村山で開業しているクリニックです。いつも体の何かあったら見てもらって、ファイター見てる人たち多いですね。試合前検診だったり試合後の全部サポートさせてもらって、体面倒見てもらってます。でワンライフさん、こちらはまあ別で
後藤工業さんっていう方がやられてる方なんですけど、まあ、YouTube やってます。犬がメインで、犬とこう、なんていうんですかね、まあ、YouTube まあ YouTube ですねやってます。面白いんで、動物好きな方はぜひ見てみてください。で、前ですね、オールウィンさん、大きい会社ですで、建設業系ですね。はい。で、うなぎ高瀬です。これはもう有名ですね。僕が食べた中で日本一美味しいうなぎ屋さんです。これの八王子にあるんですけど、あんまり宣伝したくないっていうのは正直なところです。混んでしまって入れなくなるのが、ね、まあ、ただですら入れないっていうか、もう大行列ができてしまう人気店なんで、はい。なんで、まあ、気になる方はぜひ行ってみてください。めちゃくちゃうまいです。で、キメラさんです。ユーリさんの、音楽やってるユーリさんとかを音楽のプロデュースしてるところの会社の、まあ、なんかこう、ところです。あんま詳しくわかりません。まあ、ありがとうございます。で、トータルネットサービス、まあ、電気系の会社です。もしバイトを今募集してるみたいなんで、よかったら、気になる方は、バイトしてみてください。で、ちょっと長くなりましたが、続けます。今度 T シャツですね。今回は、パンツとは別に T シャツの方の、デザイン、してくれた方だったりとか、まあ、スポンサーの方も、やってくれた方がいましたので、こちらも紹介します。これデザインですね。フロントの方、デザインしてくれました。堀前さんですね。堀前さん。前さん。で、あと、イサミ。あと、アイテレコム。グローイング。まあ、こちらは、電気系の系統の会社になります。で、玉川上水接骨院。西武線とモノレールの玉川上水という駅の近くで接骨院をやられている場所です。近くの方はぜひよかったら、行ってみてください。で、エスプラントさん。これも設備系ですね。でワンライフ。もうこれ先ほどパンツでもありました。YouTube の。T シャツの方もスポンサーしてくれました。で、サバティ。タイ古式マッサージ。立川にあります。そんな感じです。いろいろありますね。よかったら行ってみてください。よろしくお願いします。詳細は概要欄の方に。あ、そうですね。詳細は概要欄の方に貼っておきますんで、飲食だったり、YouTube だったり、いろんなものを見てもらって。高瀬さん以外はじゃあ。いや、高瀬さんもぜひ、みんな、マジで、日本一美味しいんで、うなぎが、ぜひ食べてもらいたいです。でも、ちょっと本当に、ただで、今現状ですらただ入れないので、別に僕の YouTube そこまで、ね、影響力ないはないんですけど、まあ、ちょっと僕が入りづらくなるのも嫌なんで、ほどほどに。東京の人たちがこぞってじゃん。いや、でも本当にそうです。本当にいつも行列ができて入れないんで。まあでもマジで日本一美味しいと思います。はい。僕も、まあ今回は、テンポは違うんですけど、勝負飯もうなぎだったし、うなぎ、王道っすね。肉、寿司、うなぎ。この3つは嫌いな人がいないんじゃないかぐらい王道なんで、はい、本当に美味しいんで、よかったらぜひ食べてみてください。ということで、まあ、その他にもいろんな、まあ、家族だったり、練習仲間、まあ、それ以外の仲間、あと、まあ、ジムのみんなだったり、まあ、それこそ今、ゆりさんとかだったり、まあ、あずきんだったり、本当に自分に関わる全ての方に、協力いただいたり、手伝ったりしてもらって、このリングに上がることができました。本当に感謝しております。ありがとうございました。なんかこう、しみじみしちゃうともうこれが最後なんじゃねえのかっていう感じになってしまうんですけども、ね、まあ、本当にでも、最後のつもりで毎回リングに上がってたし、まあ、こういうふうに砕かれてしまったらもういいんじゃないのかって思うのは、事実だし。でも、まあ、所さんにも言われたけども、まあ、名言は言葉にしないようにと言われて、これってあれだな、俺名古屋の時に所さんって言った言葉全く同じこと返されたなと思って、所さんも試合終わった後にこれで決めましたみたいなこと言って、いやそれは今言うことじゃないと、特大名言なんで家に帰ってちょっと一回休んで考えなさいって言って、まあそれも自分がね言ったことで自分が守らなきゃいけないって思ったんで、まあ一応辞めるという引退するという名言は一応
まあ多分もうなかなか難しいと思いますけど、戻ってくるのは。まあ一応、やりたくなったらやればいいし、まあ会見でも、ライジンの会見でも言ったんですけど、やりたくなったら戻ってくればいいし、需要がなかったらそのまま消えればいいしっていう、まあそんなところかなっていうところです。なんでまあ一応、まあ、格闘技は好きなんで続けるとは思いますけど、続けてたらやりたくなってね、試合するとか、まあそういうこともなくもないかもしれないですけど、まあとりあえずはまあ、怪我を治して、だったりとか、まあやることが、ちょっと本当に、自分は一つのことをしてしまうと、いろんなことができなくなっちゃうタイプ、そんなに器用なタイプじゃないんで、まあ今回格闘技をやって、いろんなものを、おろそかにしてた部分を、まず一回、補うじゃないですけど、一回こう、やって、そこからまたちょっとやりたいことを見つめ直したりとか、まあ本当にちょっとやりたいことというか、あの一つ見つけてしまう、やりたいことっていうか、なんだかやってしまう、忙しくなる理由を一つだけちょっと見つけたのもあったんで、そういうのもまあ少しずつ発表できたらいいなと思っております。はい、まあ、あとは本当にファンの方、今回一番びっくりしたのは、試合負けて、1日2日はちょっと SNS が見れない、こう、ネットが全く開けない状況であって、まあ、それこそ、自分の友達だったり、ゆりさんとかが、こういう素敵なメッセージがたくさん来てますよっていうことを教えてくれて、まあ、それでちょっと、SNS とか、DM とか見れるようになって、まあ、本当にびっくりするぐらいの数、多分1000とか超えるぐらいの数は、僕のとこに来て、本当にありがたいことに、まあ、100個に1個ぐらい変なのはもちろんあったんですけども、あの、心ないコメント100個に1個ぐらいあったんですけども、でもそれでも、みんなに、こう、ありがとうございますって感謝をされることをやってきた。というか、自分がやってきたことが、みんなに少しでも伝わってくれたなっていうのが、やっぱ嬉しかったですね。あの、本当に、寝れなくて、こう、ずっと夜中、DM の、あの、メッセージは全部、ほんとほぼほぼ、全部読ませていただきました。変なの以外は。いや、変なのも見ます、ちゃんと見ました。全部受け入れて、あの、まあ、こういう意見もあるんだな、っていうので。まあ、ちょっとなんか、的外れな意見は、まあ、ちょっと、どうでもいいんですけど、負けてざまあみろ、みたいなのはなかったから、なんかまあ、ちょっと嬉しかったです。嬉しいっていうのは変ですけど。勝ったこの間のクレベル戦の時なんかよりでも全然今回はたくさんのメッセージ来たんで、そういう意味ではまあいいのか悪いのか分かんないですけどまあなんか、うん、少しまだ回復してませんけど、メンタル的にまだ回復してませんけど、まあなんかこう少し力になって前向いていこうかなって気にはなると。本当にファンの皆さんから感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、ちょっとコメントも本当にたくさんの方々からいただいて、ちょっとまあなんかお返しとかこそはできてはいないんですけれども、本当に不思議なもので、だいたい時間経つとアンチのコメントとか増えてくるんですけど、うん、本当にアンチが分からなくて、アンチ多いイメージありますけどね。でも最初からもう今までもほぼないっていう状態で、やっぱりそれだけこうみんなに感動を与えられるというか、まあそういうのも僕も近くで見させてもらいましたし、はい、もうやっぱりこう命を削って戦うっていうのは、まあ思いのほか皆さんにもちゃんと伝わるんだなっていうのはより思いましたね。親身にしてます。っていうことで、はい、まあ我々 YouTube の方から、まあ、はい、これのプレゼント企画というか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます企画ですかね。はい、今回はまずは大会パンフレットです。これ僕まだ僕持ってないんですよね。これいつもパンフレットもらえるのに。もらってないですよね。初めて見ました。
と、あとは、ライジンキャップと、ライジン T シャツと、あとは、あ、今回ピンクあるんですね。はい、ライジングローブキーホルダー、キーホルダー、はい、4つ。あとは、何ですか、ポスター、試合用のポスター。はい、ちょっとお、1枚1枚1枚、2枚、はい、感じ。今何枚残ってるか、ちょっと僕今手元に今そのポスターがないので、はい、何枚残ってるか分かりませんが、一応ある限り一応プレゼンさせてもらって思ってます。あとは、アメバのシール、はい、ちょっと今僕今持ってないんですけど、まあこれに手に置きます、はい、このシールを10、もうペアで10枚ペアで10枚、はい、はい、分かりました。じゃあそんな感じで、はい、プレゼント企画をしたいなと思ってます。これサインすればいいですか？そうですね。よいしょ。これと、あと表紙も、表紙もちょっとペチャッてちょっとなんかついちゃいそうです。あ、一回じゃあ後ほどちょっと表紙もいただいていいですか？すいません。はい、改めてこんな感じで、はい、T シャツとパンフレットと帽子とキーホルダー、あとはポスターと、あとアメマのシールの方をプレゼントさせていただきますので、はい、希望者の方はこちらの方まで、はい、概要欄の方に貼っていますので注文してください。注文というか応募してください。はい、よろしくお願いします。今回はちょっと、そうですね、応募資格はメンバーシップの方限定で。あ、はい。はい。メンバーシップの方限定でということなんで。はい。させていただければと。させていただきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。アメマのシールだけ普通にします？そうですかね。まあ、一般はじゃあアメマのシールだけで、はい、アメマのシールも、メンバーシップの方はちょっと、まあ、サイン入れていただいて、はい、まあ、一般の方は、シールのみっていう感じで、はい、わかりました。得点を、差別化の時代らしいです。はい、はい、まあやっぱりあの、まあ本当にファンの方にできればやっぱお届けしたいなっていうのは思うので、はい、はいはい、そういうことです。あの、たまにというか前回もなんかすぐメルカリ出されてたりとか。あ、そうなんですか。あったんで、はい、それはちょっとそういうのは、それ悲しいですね。はい、それは悲しいですね。そういうのは一番見てください。はい、悲しくなるので、なので、ちょ、今回はもうメンバーシップの方も そんな小銭欲しいですかね。悲しくなるな、そういう話聞くと。いや、はい、いや、もう本当に結構 ひどいメルカリとか見ると、大会直後とかはやっぱ金原さんだけじゃなくて、あ、いろんな選手の、はい、しかもちょっと値段も結構バカつきあるんで、あんまり見ない方がいいんじゃないかなって、他の選手とかも結構かわいそうな感じになってたんで、はい、全然そういうの分かんないんで、はい、ということで、はい、なんか最後ありますか？はい、まあそうですね、まあちょっと、まあ YouTube の方は変わらずマイペースで、そうですね、まあちょっとあの、YouTube の方も、はい、まあ、せっかくなんで、はい、まあ、自分のちょっとその体調というか、まあ、怪我次第にはなると思うんですけども、はい、まあ、全然 YouTube を今まで、あんまり回せてこれなかったんで、はい、まあ、今後はいろんなコラボとかも、はい、まあ、格闘技関連じゃなくてね、うん、いろんななんか、まあ、いろんなことにも挑戦していきたいなと思って、大丈夫ですか？はい、もちろんです。まあ、もうコラボだけじゃなくてもなんかいろんなことをやっていきたいなと思ってますんで、まあ、こちらは、まあ、真面目な格闘技チャンネルで、はい、まあ、いろいろそうですね、まあ、新章じゃないですけど、はい、まあ、いろいろ新たな挑戦とかも
そうですね、はい、やっていければっていうところで、そうですね、そんな、まあ、やっていきたいなという感じですかね、はい、温かく温かく見守っていただければと思います。はい、はい、っていう感じで、試合後の、はい、1本目の動画になります。2本目がいつになるか分かりませんが、ちょっと皆さん温かく見守ってもらえると嬉しいです。はい、一応元気ではいますので、そんな感じです。じゃあまたの機会にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。